お主のことはよく覚えているぞ。死んだと聞いていたが、一体何を企んでいる？フクロウよ。企むなど滅相も。さあ、我と共に参りましょうぞ。このフクロウは巫女様の尊いその恩人。お守りしたいだけにございます。お主も流因に見入られたか。話すことはない。去るがよい。はい、すみませぬが、懐かしきこの眺めをもうしばし堪能したく、満足しましたら帰ります。生きておいでだったとは。計りごとよ。お前こそあの世死んだと思うておったがな。巫女様のお力にて死人より帰りました。それよ。はわしはあの巫女の力を流因を手中にしようと思う。ですが。分かっておる。第一の掟により父が命じる。主を捨てよ。今よりあの巫女はお前の主ではない。巫女様を捨てる。そうじゃ、狼よ。父の言葉に従い巫女を捨てよ。できませぬ。できぬだと。忍びが情に流されるなど、なんと情けないことか。せがれよ。なぜこの父の思いがわからぬのだ。忍びの掟を忘れたか。掟は己で定める。そう決めました。我が主のように。少しは成長しておるようだな。
やろうか。オオカミよ。逆たぶりよな。おい！
かたぶりよな。おい、
かたぐりよな。逆たぶりよな。おい！
Thank you.
見事。狼殿、狼ほんの眉間、九郎様のふではまた。狼、ご無事で何より。フクロウは切りました。すまぬ。クロウ様、すまぬ。なすべきことをなしたのです。狼、ありがとう。父がこれを持っていました。これは床桜の枝か。そうか、フクロウが持っていたのか。はい、これでまた一山本の甲に近づきました。ああ、そうだな、狼よ。戻ったか。はい、預かりも…これを。これは…はい、そうか、良き米と見える。実にツヤツヤしておる。噛むとはもうございます。噛む、狼よ。米は炊いて食べた方がうまいぞ。は、うん。そなた、甘いものは好きか。何でも食べまする。ならば嫌いではないのだな。よし、そなたに良いものを作ってやろう。良いものとは？それはお楽しみじゃ。いただいたお米で。良いもの。源の光輝、源の水が。はい、落ち谷を。落ち谷は
城の裏手の林の奥にある白蛇のお社。言葉の通り、まともな道はつながっておらぬが、そういえばそこにある人の一心様がどういったもの、忍びの名がつくものだ。そういえば、狼殿、よくぞ参られま。狼殿、ほんの三毛九郎様の不死だ。ではまた。なすべきことはなす。あやつは強いな。私もかくありたい。なすべきことをなさねば。巫女様がそうおっしゃっていた。おそらく何か秘められている。そうですか。どうした。タケル様の記録に解釈という言葉がありました。ああ。おそらく解釈とは、流飲の巫女の命とともにその不死を断ち切ること。何だと。このまま不死立ちの道を歩まれるならば、九郎様、巫女様のお命を絶たねばならぬ。はい、不死立ちこそが九郎様の望み、それは承知しています。ですが狼殿、九郎様を殺さぬ道がないものでしょうか。流飲は常ならぬ力、そのような道もあるやもしれぬ。ならば狼殿、九郎様を殺さぬ道、それを共に探ってはいただけませぬか。巫女様は死なせぬ。ありがとうございます。手がかりを探らねばな。はい、うん、そうか。巴殿の、狼殿、私に一つ心当たりがあります。調べを進め、分かったことがあればお伝えしましょう。ああ。それからこのこと、巫女様には伏せておく。はい。
狼殿、調べをす。ああ、それから巫女様には。はい、狼殿。待っておったぞ、狼よ。さあ、手を出すがよい。は、これは。おはぎじゃ。先方寺の巫女殿にいただいたお米でこさえたのだぞ。さあ、遠慮はいらぬ、食うてみよ。そうであろう、そうであろう。狼よ、私のおはぎはどうじゃった？うもうございました。であろう。幼き頃から菓子を作るのが好きでな、平田のお屋敷でもよく炊事場に入り込んでいたものだ。いずれ糸間ができたら茶屋でも開くかの。巫女様、源の香の花手に入れました。おお、やはり落ち谷に咲いていたか。はい、落ち谷の奥に。そこが水の流れが濃い場所だったということか。よく手に入れてくれた、狼よ。狼よ、ようやく叶うな。これできっと源の好機を抱きしめることができるだろう。さあ、香炉に集めたものをくべてくれ。御意。